みちみち、お玉が池の玉吉は説明してくれました。稲葉屋勘十郎というのは、どこから流れてきたともわからぬ浪人者で、稲葉屋に用心棒代わりの居候で入り込んでいるうち、主人が死ぬと、そのままずるずると、御家の隅の婿になり、わずか四五年の間に、日本橋から神田へかけても、指折りのいい顔になった男でした。すると、まいや、金の恨みでなきゃ、色恋沙汰じゃないか？金の恨みなら、主人の勘十郎がやられるはずさ。殺された内容は38の大慌てで、色恋とは縁が遠いぜ。ともかくも、現場を見ての上だ。二人は矢の倉の稲葉屋へ着いたのは、昼少し前。見回り同心が町役人を立ち合わせて、検死が済んだばかりという時でした。向こう柳原の八五郎やん。そりゃご苦労。